d n a まさか最大5点差逆転負け三浦監督は防御率15、63のエスコバーに今終わったところなのでと方針明言せずヤクルト 19DNA5 日、神宮球場強風の神宮で悪夢のような結末が待っていた5本塁打を放つも相手に上回る6本塁打を被弾するなど最大5点差あった点差をひっくり返され さよなら負けを喫した一発攻勢で7回までに5点のリードを奪ったが8回に安転した三浦監督も何かきっかけをと送り出した今季不調のエスコバーが中村にソロ本塁打を浴びると内野安打と四球で無視一二塁一子を奪うこともできないまま交代となった ここから伊勢が西を取るなど踏ん張るも最後は浜田に粘られ12玉目を左翼ポール直撃のスリーランを浴びた1点差に詰め寄られると9回には守護神山崎が西からお砂にサゼンダを浴び長岡にさよなら本塁打を献上した エスコバーはここまで防御率15、63と本来の投球ができておらず、試合後の三浦監督は不審の左腕に対して、今終わったところなので、これをチームとしてどう捉えているか、どうつなげていくかを考えてやっていきます、とコメント。みんなが一生懸命やっているのでこういう時もありますし、これを一つの一敗というところでどれだけ切り替えられるか。 そうしたいと思いますと自戦を見据えた私がまとめたネチズンのコメントは次のとおりです今までのエスコバーの貢献度は認めますがさすがに現状1軍でしかも大事な場面で投げさすにはあまりにもリスキーで怖いですねここは一旦リフレッシュも兼ねてファームで調整いただくのが賢明でしょう外国人登録者数の問題もありますし リリーフから頼りになる左腕がいなくなりますがここは石川でも上げて彼の奮起に期待したいあとは田ナケの復活にももちろんエスコバーの力もまだまだ必要ですからしっかり調整して戻ってきてもらいたいところです今シーズンのエスコバーは不安定だし生命線のストレートが打たれているなぜ2軍で調整させないのかわからない 結局エスコバーがピンチを作り、楽勝の試合だったはずなのに伊勢と山崎を投入。それぞれ打たれて試合も負け。今永も本来の投球じゃなかったという誤算もあるとはいえ、打線爆発で9点も取った試合。絶対勝たなくてはいけない。ヤクルトの打者は一様に調子が悪かったが、目覚めさせるような、チームとして一番やっちゃいけないパターンだろう。 エスコバーは2軍再調整が一番良い。じゃないとまた勝ち試合を負けにしてしまう。エスコバーが悪いんじゃなくて、使う監督が悪い。三浦監督の良さでもある、優しさ、が、完全に裏目に出た試合。時には鬼にならないと、明日も打たれそう。エスコバーは辛いだろうね。見ててかわいそうになるよ。いい時はどうやったら打てるんだ。 って感気のせいか最近は恐る恐る投げてる感じがする一部の心ないファンが個人攻撃してるようだが絶対にそれは止めてほしい今までチームに尽くしてくれたことをどうして簡単に忘れられるのかと思うそんな人に限ってエスコバーが復活すれば手のひら返しで褒めそやすんだろうこんな人はファンでも何でもなく ただ日頃のウさをベイスターズに託しているだけ。だから選手もコマでしかない。こんな人にベイスターズを応援してほしくない。